So today I'm gonna give you a class about tourism, especially about hotelier and this part is about alcohol. その前にちょっと食事の種類、その名称だけ名前だけ 勉強しておきましょう。 これは単語ですよね。 シリアルとも言うんですけど、 何と言いますか? 普通? 牛乳とシリアルとも言うんですけど、 シリアルの他の名前は? 名前? コーンフレークです。 コーンフレーク。 コーンフレーク。 옥수수? 눈가루ですよね. 옥수수 눈가루. 콘플레이크. 눈가루. 눈가루. 콘플레이크가 아무 회사의 상품의 이름인가? 또는 콘프로스트 콘플레이크 꽤 유명한데요. 일반의 명식이 좀 모르겠는데요. 뭐 일반화가 돼서 牛乳と 砂糖も入れます。その元のコーンフレークはその砂糖が入ってないので、砂糖を別に入れたんですよ。次、これわかります?オートミール。オートミールですよね。オートミール。これで、それ、なんかギリですよ、ギリ。韓国で。オートミール。 すごくまずかったんです。何の味もしない。ですが、まあ、生きる残るために、まあ、食べたんですけどね。いや、それで、その、ユースホテル、ゲストハウスに泊まってたら、オートミールですごく捨てて帰る人が多いんですよ。で、オートミールと、そのオートミールを取って、まあ、生き残ったんですけど、結構食べて。牛乳が高かったので、水で、水を入れてオートミール。うん。それ、何ヶ月間、 朝はそのオートミールで食べるのがなんかすごくまあ苦労でした。ステーク、ステークはお分かり。ブランチ、ブレックファストとランチですよね。でもまあブランチというそういう言葉ないですよ。ブレックファスト、ランチ、ディナーそういう言葉ないです。<笑> たまたま韓国では、まあ、新しい言葉を使って、まあ、話している人もいるんですけれども、まだに英語圏でブロンディというのは、何時に食べたらいいですか?さあ、まあ、一日中、なんか腹ペコペコした後で3、4時ぐらい。3、4時ぐらいだったら、もうランチじゃないですか?ですよね、ブロンディ。次は、ケビア。<笑><笑> ケビア、チョルガクさんは、チョルガクさんは日本語で何て言うのかちょっと分かってません。食べたことあります?いや、ありますよ。何の味ですか?いや、すごく高かったので覚えてないです。こんな高いもの。なんかただ、海の味が、海の匂いと味がするだけで。<笑> まあ高いそのメニューもそれに慣れてないと何の味かわからないので、庶民にはちょっとまあ無理かなと思いました。センターピース、それなんでしょうか、センターピース。こういう用語は単語は大事、ちょっと大事なので国に載ってますよ、センターピース。 何でしょうか? メインメニューっていう意味の
이야, 거의 와 소코크네. 소코크. 조가 소코크, 소코크 조. 센터피스 주오노 소코크. 테이블인데 오리 테이블인데 주오노. 이야, 그거 가. 거의 와 소코크네. 난다. 조가 소코크, 소코크. 그 테이블은 만나까데 가사られている. 뭔가 가사리, 가사리. 소코크, 소코크와 조각. 조각상 소코크조. 됐어요네. 캐스터. 뭔데스까? 캐스터. 食堂上の調味料のすべて食卓上のキャスターと言います。キャスターですよ、キャスター。 次 これは何でしょうか? どう呼びますか? 모르겠어요. 그래. 샤토브리안. 샤토브리안. 소 안심 스테이크. 저 프랑스어. 샤토브리안. 샤토브리안. おお、すみません。これは何というか、ちょっと探してみます。ミーノ。フィレミニョン。フィレミニョン。 フィレミニョン。フィレミニョン。 필레미뇽. 아, 선생님은初めて今日見たんですけど 소위 야와라카이 코시노 니쿠를 토테 한국의 안심, 맞다 등심을 베이컨으로 감아 구운 요리. 베이컨, 베이컨. 아, 뭔지 알 것 같아. 고기를 또 베이컨을 또 감는다고요? 아, 그대로 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 프랑스 요리가 세계 1위였다는데. 필레 필레 미뇨, 필레 미뇨. 선생님, 오늘 처음 봤습니다. 죄송합니다. 먹어본 적 없습니다. 필레 미뇨 먹어본 적 없습니다. 야, 다음 주 있네. 実際 食べてみた人に 요리. 아, 소리와. 소리와 確かに. 뭐 ほとんどは 막 食べてみたり 飲んでみたりしたんですけどね. その、これから飲み物です.
So soft drink. Soft drink と hard drink と差は？あ、そうですよ。アルコールです。ソフトドリンク、コーヒー、紅茶、ココー、ココー、ココアはココー、英語でココーです。ココー。これ、ココーと読みますね。ココアじゃないです。ココーです。ココー。ココアとは読みません。ハードドリンク、ブドウ酒、ウイスキー、シャンペイン、ウォッカなど、洋酒とカクテル、洋酒、発酵酒、バリューですね、韓国で発酵酒、ワイン、シャンペイン、ビール、蒸留酒、蒸留、ウイスキー、ブランディ、ジン、ローン、フォルカ、あと混ぜてる、コンセイシュ、本尊、コンセイシュがこういうもんで、カクテル、カクテルというのは洋酒にいろいろなそのクダジルと果汁とその香味を入れて作る飲料です。香味、香味、果汁、果汁、アルコールとアルコール、ショートドリンク、アルコールと言います。その韓国ではその爆弾酒と言いますねそのアルコールと他の飲み物、ソーダとか、ロングドリンク。ワインと食事の関係。食事の前、アペリティフ。あと、食事中のブドウ酒。食後のブドウ酒。3つがある。3つでいろいろあるんですけどね。これをですね、覚えておいてください。ブドウ酒、食事の前、食中、食後、これ最後です。今日のワイン。あ、ほとんどは先生飲んだことありますね。食前をブドウ酒をアペリティフと言います。アペリティフ、yeah. これとチェックしておきます。その発音だけでチェックしてみましょう。Aperitif. Vermouth. The 食事の aperitif では、Vermouth。これ商標ですよ。そのワインの商標ですよ。ブルース、シェリー、まあいろいろあるんですけど、これ有名な種類だけ。ブルース、シェリー、食前。テーブルワイン。これは多分韓国人もこの頃は知ってると思います。そのホワイトワインとレッドワイン、その何が違いますか。その使い方、
음식이 들어있다 메인. そうですよ。そのレッドワインはお肉、ホワイトワインは魚。それでレッドワインとホワイトワイン。食中です、これは。あと食後。スペイン料理ちょっと難しいですよね。これは？コーニャ。コーニャですよ。これ、まあ、フランス語なんでコーニャ。だめ。リーカー。リーカーもちょっとチェックしてみます。リーカー。Liqueur. Liqueur. Liqueur. この韓国ではリキュアとも言いますね。リキュア、リクア、リクア、リクア、コーニャ。これで、パーティフ、フルーツ、シェリー。テーブルワイン、レッドワイン、ホワイトワイン。食後、コーニャ、リクア。の6つになります。これでその食事と飲み物は、まあ、終了いたしますけど、コクテールの種類は基本的に100個以上です。100個以上、100個以上、100個以上で。うん、まあ、この本では無理です。コクテイルは。そのアメリカ軍の部隊で働いてながら、なんか、まあ、ゴージャスにその外出て何回ぶり飲んだことあるんですけどね。うん、まあ、高かったので、贅沢三昧だと思って、まあ、何回ぐらいした後ではしませんでした。そのこれに対して質問はありますか？大丈夫です。うん、あ、難しい。でしょう。まだ連絡。え、どこからも、大江戸からも、うん、壊滅は、まあまあ、長谷川は